ナナとの魂子供に刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る大花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。11月3日にBE:FIRST INI がデビューして、5月3日にこの動画は撮っておりますけれども、デビュー半年っていう形になりました。で、半年迎える前にすでにコラボとかもね可能になっていたり、お互いがお互いへのリスペクトとかも表せる関係性になっていて、非常に素晴らしい状況が訪れております。で、私自身ですけども、占い、タロット占いを勉強しておりまして、で、まあ半年という形でね、節目でもあるので、いわゆる BE:FIRST と INI の、 相性というか、今後の彼らのね出てくるかもしれない障害だったりとか、今後起こりうる話だったりとか、そういったものを占わせていただきました。で、まあ忖度なしで占わせていただきました。とは言ったものの、占いというものはいろんな占い師の方言ってらっしゃると思いますが、運勢は常に変動するものでもあって、で、しかも占い手によっても変わったりするっていうのもあったりしますと。で、アドバイス的な話なので、こういうことが起こるかもしれないから気をつけましょうとか、で、それで意識を変えることによって結果も変えていけるっていうようなものでございます。で、私も神田翔一さんっていうね、VTuber の占いできる方の配信とかを見て、その方の考え方だったりとか、やり方、今回の占いの、タロットの占いもその方のやり方を使わせていただいております。で、そういった意味合いもあってね、まあ今後のね、そのアドバイスとか、そういったものの一つの参考みたいな感じで考えていただければ幸いでございます。ただね、占い自体がやはりあまりお好きでない方とか、そういうものを気にしすぎてしまうっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、占いね、アイキャッチ入れた後に占いの方ね、入らせていただきますので、ちょっと占いはなって方は、ここで動画を閉じていただければと思います。まあ、占いとか見ても大丈夫だよっていう方とか、そんなに気にしないよっていう方は、ぜひ、アイキャッチ後の動画もご覧いただければと思います。はい、ではアイキャッチ参ります。アイキャッチ、はい、それではね、早速占いの方ね、結果を見ていきたいと思います。ちなみに私はね、タロット占い勉強中でございまして、解釈も私の解釈になりますので、改めてそこをご了承の上でご覧くださいというか、お聞きください。では参りましょう。はい、まあこんな感じの結果になりましてですね、大アルカナーと言われる、まあ意味合い的に強いカードを22枚だけを使ってシャッフルをして占わせていただきました。左側が過去を表します。真ん中の上の部分が現在を表し、で、下の部分はそのアドバイスカードを表します。で、右側が未来を表しまして、右側の上が未来、そして右側の下の部分がこちらがアドバイスカードとか注意点みたいなカードになります。はい、まあそんな感じでね、占わせていただきましたけれども、まあいわゆるその BE:FIRST と INI のまあ出来上がってからの過去っていう話なんですが、まずその全体的に見た感じで、彼ら自身っていうところもそうだけど、カードから思った感覚で、どちらかというといわゆるベスティであり、ミニであり、そのファンコミュニティ、ファンダムの話という解釈をした方がいいかなっていうふうに思いました。彼ら自身はもう本当に仲いいメンバーもいるし、お互いがお互いをね刺激し合っていくっていうところもあると思って、で、そっちの解釈よりもファンダムで解釈した方が、あるいはその周りのね、そういう環境とかそういったもので解釈をした方が分かりやすいかなって思ったので、そういう感じで語らせていただきます。逆に言うと、ファンダムとしての注意点みたいなところっていうのがタロットから出ましたので、逆に私たちで注意できるっていうか、いろいろ行動をしていけるっていうのがやりやすいという意味合いでは、その方が逆に良かったかなっていうふうにも思いますね。で、その上で再度言いますが、これが決定というわけではないので、今後行動とかいろんなことによって変えていくことも可能という、そういうね解釈で考えていただければと思います。まず過去ですね、こうジャスティス、正義の逆位置のカードになります。で、ファンダムとかファン同士のそういったものっていうので考えて、これが一番わかりやすかったんですよ。これがね、正義の、まあ
もともとタロットは正位置逆位置で意味合いがあって、あの意味が変わるんですが、まあ、正義のね、あの人の反対になっているので、意味合い的にこれはですね、あのバランスが崩れている状態とか、変わりやすい意見とか、どっちつかずとか、まあ、迷いの多い状態とかね、まあ、そういう意味合いがあったりします。で、あの過去に関して、まあ、BE:FIRST と INI のその関係性について彼ら自身はおそらく何もなかったんだけど、ファンダム同士であのちょっと荒れてた時期ってありましたね。あのデビュー日が同じだったので、その辺で多少あの、まあ、荒れてしまった人たちというか、そういうのもいまして、私もそのつもりじゃなかったんですけど、少しあの考え荒れてますよっていう指摘も受けたことがあって、自分で反省したこともあります。で、ね、まあもちろんね、そうじゃなかった人たちもいたんですけど、結構ツイッターとか中心にしてそういう感じで、あの負けないぞみたいな感じで、それが治安悪めな感じで、あの真っ当な競争ではなく治安悪めな感じで荒れる人たちっていうのがいたのは覚えていまして、まあある意味そのご本人たちの正義っていうもので行動したんでしょうが、まあこのカードも正義なので、ただそれが逆に向いてて、それがちょっと逆効果になってしまっていた感っていうのは多少ありましたね、っていうのがあります。まあ天秤とかバランスが、まあ、崩れている状態っていう、そういうところだったりするのででしたね。で、まあ、まあ迷いもあって、まあ、そうじゃない人たちも、でもこういう人たちがいるから、なんかなかなかこういう意見言いづらいなみたいな感じの空気感もあったりとか、そういうのもあった気がします。はい、まあそれはね、でも過去の話でね、なので今はもう関係がないっていうことになります。はい、で現在の方いきますが、愚者の逆位置が結果で出まして、女帝の正位置がアドバイスカードで出ました。でこれがね、非常にあの面白い結果になったんですね。タロットは黄色い色っていうのが結構幸運とか良い意味を表すことが多くで、あの黄色が多めです、こちらは。で、まあ、愚者の逆位置、まあ、愚者っていうのはね、あの言葉的にはあまりいい言葉じゃないですが、まあ、これはあの純粋無垢とかね、そういう自由とかそういった意味合いのカードではあります。ですが逆位置なんですね。で、逆位置はいろいろと意味があるんですが、確定していない未来っていう意味合いもあります。はい、なのでまあ正直なところ、まあ今現在その BE:FIRST と INI が非常にあのいい感じでね、お互いのそのリスペクトし合っているっていう状態で頑張ってますが、ただやっぱりまだね、あの未来が確定していないと、今後どうなっていくかわからないっていうところはありますね。ただこれはグループではなく、どっちかというとファンダムの話かなっていうのがあって、あの私自身の話で申し訳ないんですが、やっぱいろんな考え方を持つ人がいまして、私は他の動画で BE:FIRST と INI が仲良くしてほしいというような感じのことをね、まあ結構言うんですね。でそういう感じのことを言うと、まあ本当私事なんですが、チャンネル登録者様が減ることが多いです。だからあのどちらかというと BE:FIRST と INI を仲良くしてほしいと思っていない方もおそらくは登録していただいていて、その方が、あこいつ考え方違うなって思って、それで登録を解除したっていうパターンなのかなと、たまたまかもしれないけど、ただやっぱ結構毎回のようにそういうのが起こるので、まあそういう方もいらっしゃると、まあそれはね、ご本人たちの考え方なので仕方がないかなっていう気がしてます。まあなのでね、まあ実際そのファンダムの話という感じの解釈を今回してるので、今後のお互いの、まあ、ベスティとミニの、方向性がどうなっていくか、まだ未来が確定していないっていうところではあります。ただアドバイスカードのこの女帝というのがね、非常にこれが示唆的だったんですよ。示唆的というか、つまりこの女帝というのは、まあいろんな解釈がありますが、強い女性とか、まあそういう感じのね、女性的な強さっていうものを表します。でこれ見ての通り、その完全にその愚者の逆位置を女帝が支えている形になります。であのベスティもミニも、まあ、私も含め男性もいますが、基本的に女性が多めのファンダムではあります。で確定していない未来があるんですが、そういう正しいことをねやって、あの非常にあの満たされている状態というか、そういうあのファンダムの女性中心のファンダムが見事に支えているっていう形で、あの女帝の正位置なので、これはあの真実とか豊かとかね、充実感満足感とか表します。
物質的にも精神的にもっていうところで、確かにそのベスティとミニは、まあ、BE:FIRST と INA が非常にね好調なグループなので、供給も多いので、やはりあのいろんなファンダムに私もいましたが非常に恵まれていると思います。はい。でさらにはこの女帝は家族愛っていう意味合いも含めまして、まあ BE:FIRST も INI もねその家族みたいな感じだと思うし、であのそこお互いがねそのベスティとミニもそんな感じでいい感じのあの家族ぐるみの付き合いができるんじゃないのかなっていう意味合いにもなるので、なので未来はまだ確定していませんが、ファンダムの方でベスティとミニの方でこの女帝のように見事に支えていくことができれば非常に良い状態が作れるんじゃないかなっていう解釈をさせていただきました。はい。で未来の方いきます。はい。ちょっとねこちら見ての通りなかなかあの意味合い的におっていう感じで思う方もいらっしゃるかもしれない、あの運命の輪の逆位置があのカードの解釈で未来で出ました。そしてあのアドバイスカード、注意カード、今回はねアドバイスというよりは注意点のカードだと思います。悪魔の聖地が出ました。はい。こちらがまあ要するに運命の輪の逆位置なんですが、あのちょっとその運命の輪っていうのはねこうぐるぐる回転していて、あの人の一生もそうですし、運命というのは良い時もあれば悪い時もあると。でこれが正位置の場合は運命の輪が良い方向に行っている、ただ逆位置なのでそれがあの下の方に向いてしまっているっていう形ではあります。はい。でまあでもただ運命の輪の解釈として一回下に落ちたら回転するものなのでどんどん上昇はしていくんですよ。はい。でまだ先ほどのそのフール愚者の逆位置カードと同じで運命が確定していない状態で、そこで運命というさらにそういう言葉を持ったものが出てきたので、まあここに関してはあの運命が今後ねどうなっていくかわからないっていうことのそのさらに強いあの意味合いとしての解釈になりました、というかそういう解釈をさせていただきました。でここで注意すべきがあのアドバイスカード、注意カードの悪魔の聖位置ですね。まあ見た目的にちょっと怖いカードではあるんですが、まああの悪魔のカードの下にあの2人ね、まあアダムとイブという説もありますが2人の人間がこう縛られているんです。はい。でこれが、まあ、どっちがどっちってわけじゃないですが、もしかしたらそのベスティとミニーの中で多少古い考えに束縛されている人たちがいる可能性があるというか、あの先ほどの女帝のカードとは違くて、いわゆるちょっと古い考えというか、この過去のジャスティス逆位置の感じにも似てるんですが、もしかしたらあのなんていうか、あまりこの BE:FIRST と INI が仲良くしてほしくないっていう方がいらっしゃるかもしれず、その人たちが束縛を何かしてくる可能性があるなというところ、まあ私の解釈でございます。うん。でそのカードが出て、で運命の輪の逆字が出てるので、その人たちがあまり力をつけてしまうと運命の輪が下に向いたまま動かなくなってしまう可能性があるということで、なので仲良くしていくっていう形の話をあのできるかどうかっていうか、そこはファンダムの中で、今後の考え方のそういう方向性が、まあ、いい方向に決まっていけば運命の輪は好転していくし、あのいい方向に回っていくわけだけど、もしかしたらそういう、少し束縛というかね邪魔するのが入るかもしれない。であるいはファンダムではなくて芸能界であったりとか、あの他のねいろんなしがらみがありますよ、利権とかもありますよ。 BE:FIRST INI およびベスティミニがあまりこう勢力を強くしてほしくない人たちがおそらくいると思います。まあそれが何なのかは皆さんのね中でいろいろ解釈が変わってくると思いますが、その人たちがそのちょっと運命の輪が下向いた時にこの悪魔のねあのように邪魔をしてくる可能性があるかもしれないっていうところですね。まあそんな解釈をしました。はい。なのでそこはね十分注意をしていくべきっていうところで、あるんですけれども、現状やはりこの女帝のね正位置が出ていて、で、まあ、運命がまだあの決まっていないっていうところがあるので、だったら運命を自分たちでねいい方向に変えていこうじゃないかと。でその示唆的な意味合いで運命の輪っていうカードが未来に出ておりますので、でそこにやってくるであろう悪魔的な存在、束縛してくる存在に気をつけようと、おそらく過去からの束縛なのではないかなと思いますね。はい。
っていう感じで解釈させていただきました。はい、繰り返しになりますが、まあこの占いの結果というのは一つのアドバイスというか、そういう可能性もあるよねっていう話であったりするので、今後のいろんなやり方で変えていくことも可能だって思います。いずれにしてもね、やはりファンダムとしてね、女帝のようにこう強い意志を持っていろいろいい方向に動かしていくっていうのが一番いいのかなっていう意味かなと思いましたね。はいはい、そんな感じでね、占いの、まあ、自分のね、タロット占いの練習みたいな感じにもなりましたが、ちょっとそろそろ資格試験があって、それをね、取るために頑張ろうかなっていうところなんですが、ちょっとこういう形のことを半年なので、デビューから、はい、そのタイミングでさせていただきました。はい、まあ結果的にはね、いい方向に行ければなっていうところで、そっち、むしろ行ければなっていうのと、そこに行こうじゃないかっていう意思をね、強くする結果に私としてはなりました。はい。はい、ではこんな感じでね、占いの動画とさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。たまにこういうこともやっていこうと思っております。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂。 Thank you.